イーチコグランシアタで行われた白洋祭の初日には全校生徒950人が参加、保護者らも来場しました。会場では1、2年生のうち6つのクラスがステージ発表を行い、このうち2年2組は若者の政治参加の重要性を訴える劇を上演しました。また先月行われた県吹奏楽コンクールで金賞を受賞した吹奏楽部のメンバーは学園天国など6曲を披露しました。めっちゃ楽しいです。たくさん後輩からパワーをもらいました。素晴らしい作品を作れてくれてとても感動しました。最高です。受験頑張ろうっていう思いにもなれたので、すごくいいイベントだったなって思ってます。白洋祭では来月4日にレゾナック武道スポーツセンターで体育の部も行われます。